こんにちは、ことぶきはじめです。ちょっと撮影動画は、制作動画は撮影してなかったんですけども、ネオグランゾンを制作してみました。どっかの作例で見たんですけども、このバリオン喪失ヘイローはゴールドで塗装しています。ちょっとレビューも兼ねて、可動範囲なんかをご紹介できたらなと思ってますんで、よかったら見てください。まずですね、全体的な可動は頭からいくと頭がボールジョイントになってます。こんな感じですね。でここも中も結構びっしりモールドが入ってるんで、この辺は墨入れしています。全体的にはパチ組みで、トップコートで艶消しをしているような状態です。で、ちょっとモールドがあるところは墨入れを施してます。でここの何でしたっけ、縮体砲のこの可動ギミックもあります。でここをとこんな感じですね。こんな感じになります。で、肩アーマーが少し動くのと、腕はここにロールジックが入っているのと、肘が90度ぐらいですかね、このくらい曲がります。それから手首がボールジョイントになっているので、ここは割と比較的自由に動かすことができます。それから足元付け根ですね、マックスでこのくらいまで。後ろ側はこんなもんですかね。この後ろの装甲がこのくらいしか動かないので、当たるぐらいまでの可動になってます。それからこの辺もちゃんと裏打ちでモールドが入ってる、こっちも入ってますね。全部も裏打ちでモールドが入ってます、足の裏も。それから膝ですね。膝が二重関節になってるんですけども、このくらいですね。これで目いっぱい。ここも結構裏打ちが入ってて入れるかな。で結構そのメカのモールドがビシッと入ってます。ここのアーマーが動きますね。足首は足首はこのくらいですね。可動に関してはそんなにガチャガチャ動く感じではないですね。でちょっとここも頭が外れやすいですね。これちょっと崩壊しました。で壊れたついでにお話しすると、このフェースパーツは塗装済みパーツになってます。それからこの両方にダクトがあるんですけど、ここも塗装済みになってます。結構イケメンなんですけど、ちょっと顔がちっちゃいので、で、ここも少しこのくらい動きますね。で、ここと両膝のところは、クリアパーツが入ってます。で後ろ側がこんな感じですね。
で、この、これは固定になってます。結構組みやすくて、割と完成品もしっかりしてるので結構いいかなと思うんですけど、ちょっと可動範囲が狭いのが気になるところですかね。で、付属のこの剣を持たせるとこんな感じですね。ちょっとスーパーロボットなので汚さないで、こうアニメのようにピシッと線が入っている感じを目指して制作してみました。で、この剣に関しては、ツヤありの塗料でトップコート拭いてます。はい、ちょっとこれもなんか人気のある機体みたいな。僕が作ってもこのくらいのものができますので、皆さんもぜひですね、チャレンジしていただけたらなと思います。結構かっこいいので、これもおすすめできるキットになってます。付属品は、この剣と握り手が2つと開いた手と、剣を持つ手と差し替えパーツがついてます。で、この拳のところにかぶせるこのカバーみたいなのが4個しかないので、ちょっと手首を差し替えるときはこのカバーを外して付け替えないといけない。どうでしょう、結構かっこいいと思います。スーパーロボットなんでね、こうアニメのような汚し塗装をせずにですね、アニメのような仕上がりを目指してみたんですけど、トップコート拭くだけでも結構いい感じに仕上がるので、ちょっとお休みの間に土日にささっと組んでトップコート拭くだけでもこのくらいになりますんで、皆さんもぜひチャレンジしてください。はい、本日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。それではまた。